バッファローはアメリカ海軍の補助巡洋艦。その名を持つ艦としては2世紀目。後に駆逐艦母艦に改修された。バッファローはエルシドとしてバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船ドライドック社で1892年に建造された。6ヶ月後にブラジルに売却、ニッテロイと改名された。1898年7月11日に アメリカ海軍がブラジル政府から購入、バッファローと改名収益した。一週間後にニューヨーク海軍交渉で補助巡洋艦として回収され、1898年9月22日に艦長 JW ハンプヒル中佐の指揮下完全収益した。バッファローの最初の巡航は1898年12月7日から1899年5月7日まで。 行われ、ニューヨークから東に向かい、マニラに到着、帰還した。到着後1899年7月3日に、予備役となる。1900年4月2日に最終駅し、訓練艦任務に従事した。訓練艦としてバッファローは各地に巡航した。アジア艦隊の交代要員を乗せて、フィリピンへ4度の航海を行う。 メアアイランドで終了した最後の航海を除いて、すべてが東海岸の港を発着した。最後の航海でバッファローは第一水雷小艦隊を護衛してマニラに向かった。1904年9月12日から11月23日まで太平洋を巡航し、その後メアアイランドに帰還した。 バッファローは1905年4月から1906年11月17日までメアアイランドで予備役状態で保管され、その後1915年まで太平洋での輸送任務に従事した。1909年12月17日から20日まで中国海域でアジア艦隊と共に活動する。その後1914年11月14日から12月4日までメキシコ海域で 作戦活動に従事した。1915年1月27日から11月29日まで、ベアアイランドで予備役状態で保管され、その後太平洋艦隊に再合流した。1916年、バッファローは再びメキシコ海域で活動し、1917年5月から8月まで特別外交施設団をロシアへ輸送した。帰還すると、 フィラデルフィア海軍交渉に入居し、駆逐艦母艦への改装が行われ、艦番号も AD-8 に変更された。作業は1918年6月に完了し、ロードアイランド州、ニューポートで、水雷機材を積み込み出港、バミューダを経由して、フランスのブレストへ向かった。続いて、ジブラルタルへ移動し、同地で駆逐艦及び苦戦艇の母艦及び、 修理任務に従事した。1919年2月から9月までバッファローはポンタデルガダでアゾレス諸島文献隊に対して同様の任務に従事し、その後ニューヨークに帰還した。1919年12月31日、バッファローはサンディエゴに到着し、太平洋艦隊第5及び第11駆逐戦隊に対して母艦及び修理艦の任務を提供した。 1921年11月にアジア艦隊駆逐戦隊に対しての母艦任務をアジアステーションで行うよう命じられ12月にマニラに到着した1922年の夏は艦隊と共に中国海域を巡航し9月に横浜に到着した1922年10月8日に西海岸に帰還し11月15日にサンディエゴで退役した バッファローは宿泊艦として使用され、1927年5月27日に除籍された。その4ヶ月後に売却された。ありがとうございます。